昨日成人式を終えた新成人です。年齢的には大人になりましたが、まだ精神的に大人になれていません。飽き性で大人の余裕もなく、自分に自信も持っていません。どうすれば大人になることができるのでしょうか。何か具体的なアドバイスがあればいただきたいです。なんないよ、なんない。大人になんかなんないよ。うん。いくつになっても、俺も別にもう40代後半だけど、ぶっちゃけ20代とか30代とか、全然変わんなかったもんね。全然変わんなかった。心の中は。それはなんかさ、知識とか、知り合いの数とか増えていくから、多少分別はつくようになってくるけど、心の中で本当に思ってることなんて大して変わんないし、欲求も変わんないし、いろんなものをなんとなくちょっとずつ、こんなことしたら周りの人に迷惑かけるなと思って我慢したりとかしだすってだけで、自分の心の中にいる子供はずっとそのまんま今後もいますよ、多分。そいつをコントロールできるかできないかっていうシンプルな、はい、サイクルに入っていくと思いますよ、これからね。無理せず子供のまま楽しんで、はい、周りの人と素敵な関係築いてください。